マシンダール蘇りしとき、更新リス光の御子となりてキプロスの地に降り立たむ。そして再び闇を払わんと八極を持つ更新の守護星誕生をするものなり。これすべて宿命とす。キプロス創世記終章巻末の一部。6000年前の光と闇の戦いの後、光の統治による平和が続いているここ惑星キプロスに今また風雲が訪れようとしている。自ら皇帝を名乗るリドー・クレラントは闇の神ダーンを6000年の眠りから呼び覚まし、その力を我が物にせんと腹心闇の七人将を聖地ラガンテさんに集結させている。目覚めたまえマシンダールよ、今6000年の眠りに終止符を打ち、我が7人の腹心と共にキプロスを手中に収めようではないか。時は来た、天命は我にあり。闇の力を得たビドーたちによってキプロス王家も最後の時を迎えていた。その陥落寸前の王城で伝説の行進リスクの宿る王子光の巫女が誕生した。巫女は精鋭三重士に守られて燃え盛る王城から脱出する。だが追って風獣将リー・ハイカの使命によって三重士は瀕死の重傷を負ってしまった。三重士は最後の力を振り絞り、光の巫女の周囲に結界を張り、闇の軍勢が手を出せないようにした。すべての力を使い果たした三重士ダニエルは、巫女とキプロスの行く末を光の守護星八億の勇士に託すため、胸にかけていた八億の首飾りを天に放ったのだった。
タロス、シャプロ、我ら三十四もここまでか。ロマノソフィーヌ、王子を光の御子を頼む。今我々はガーディアントライアングルによってお前の周りに結界を張った。結界の期限は一ヶ月。それまでソルテガの港で時を待つのだ。頼んだぞソフィーヌ。任せましたの八億の勇士たち、キプロスの地に再び平和を取り戻してくれ。はっ。風獣将リーム、三十四ごときに光の結界を張られるとは何事だ。リドー様、誠に申し訳ございません。よいか、もう二度と失敗は許されぬぞ。八玉の勇士を探し出し、一人ずつ始末するのだ。はは。天下無双の怪力ゴンザと、頭の回転が速く予知能力を持っているマイマイのプロット兄弟は、すでに両親を亡くし、この世に二人っきりの身の上であった。お兄様、ま、私たちもうちょく旅に出なければならないでちゅ。ゴンザ、行けない。お父様とお母様の敵討ちのため。そう、そんなことにこだわってはいけませんよ。これから私たちがするのはみんなの未来がかかっている大事なことなんでちゅ。毎毎難しい。ゴンザ、わからない。もうちょくお迎えが来るでちゅ。ほら来ちゃう。わかってますよ。マイマイには時々予知能力が働くでちゅ。伝説の八玉の勇士に選ばれるなんてとっても嬉しいわ。もちろんマイマイもお兄様も一緒に行きますわ。ゴンザ、行かない。ゴンザ、敵討ちしたい。ナインテールぐらい倒せない八玉の勇士務まらない。それにナインテール、周囲といる敵、目の前、逃げる男らしくない。わかりました、わかりましたよ。期限は1ヶ月ですからね。それまでに倒すんですよ。まったく困ったもんでしゅ。愛玉を持つ勇士ゴンザプロット、赤玉を持つ勇士マイマイプロット、今宿命により戦いの旅に準ずる。
Thank you.